はい、玉川直江のパイロットになろう、今週も始まりました。番組ホストの玉縄です。この番組は航空業界に携わる方々をゲストとしてお呼びし、ここでしか聞けない航空業界のお話を楽しく聞き出し、航空ファンを増やすことを目指しております。そしてパイロットを含む空の仕事に就きたいという夢を持ちの方々に有益な情報となるような番組をお届けしたいと思います。この番組は株式会社 L、TheLanguageCompany 株式会社 i t e p プ j a p a n エアスマート、マスターインエアスマートアビエーションアカデミー、スカイサンタビズリゾートクラブ、FSO パイロット留学アカデミー、以上8社の提供で、コミュニティラジオ FM 美濃湾と FM 宮ヤからお届けいたします。今日も素晴らしいゲストにお越しいただきました。クロップダスターの白鳥洋平さんです。アメリカでも3400名しかいないという、 クロップダスター、アメリカの広大な農業を支える大事なお仕事種まき肥料散布農薬散布いずれも地上すれすれしかも精密なフライト技術が要求されるパイロット職ですそれだけでも日本で聞いたことがないはずですその上夢はエアショーのアクロバットパイロットこれは今日はすごい話が聞けそうです今日は白鳥さんからその渡米のきっかけ クロップダスターというお仕事への道、そしてクロップダスターというお仕事、そして夢であるエアショーパイロットへの道というところの4つのテーマを中心に、たくさんのお話をお伺いしていきたいと思います。はい、それではお昼までの1時間ほど、お付き合いください。始まりました。今、CM 時間中です。<laughs> 緊張しますね。なんで緊張するかってですね、今日はですね、スタジオ内じゃないんですよ。はい、スタジオじゃないんですよ。でもしかしたら途中でワンコちゃんが出てくるかもしれないという、一体ここはどうなんでしょうと。最後までシークレットでお楽しみくださいと。<laughs> いや、もしかしたらこの辺でポッと出てくるかもしれないですからね。出て,らね出てきたら面白いですね。<laughs> <laughs> っていうか、出てくる準備するかもしれない。<laughs> 怖いよ今日は何が起こるか。しかも,も向こう側からこうねえやってるね,ねこの辺からポッとなんか、はい、あの伝統用のように出てくるかもしれない。はい、という CM をですねいうふうにやって、はい、その後 CM をかけたら予定通り、えー、自己紹介さしさして自己紹介していただいて、はい、からさっきの話とテーマをしていきたいと思います。はい、ま緊張してます？いやしてますよもちろんですか。<laughs> しますしますねしますねはいね、はい、私もしてます。 この環境に緊張しています。<laughs> <laughs> あっちねちょっとね怖い人がいるんですよ。そうですね。ねお互いドキドキしてますよね。うん、もう話に集中したいんだけども集中できないというのが、はい、<laughs> あと40秒です。はい。<laughs> ここでまた大人しくしてるんでね。まだ少しはいいですけど。そうですね。 <laughs> さあこれは収録放送なのでね、うん、はいいきますよではあと10秒はいはい大変皆様お待たせいたしましたえー 今日はスタジオではないです、えー、スタジオのようなバックグラウンドではないですスタジオではないです実はもう私フェ c e b o o でも告知したように今アメリカに出張中でございますそのアメリカで、えー、リモートじゃなくてアメリカでの、えー、リアルなゲストをお迎えして今日お話を伺いしていたいます冒頭お話しした今日は白鳥さんですこんにちは今日はよろしくお願、はいします,す,ます軽く私ですね、はいえー、クロップダスターとかエアショーパイロットという話を 来りましたぶりさスの中で、はい、何それクロップダスター聞いたことないし <laughs> エアショーなんか聞いたことあるかなというところがあるんですけども、はい、その辺を今日お伺いしていきたいと思いますがまずは軽く白鳥さんの方から自己紹介をよろしくお願いしますはいかりました、えー、パイロットになろうご視聴いただいている皆様はじめまして私はアメリカテキサス州でクロップダスターいわゆる農薬散布のパイロットをしております白鳥と申します本日はよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いします 農薬散布と聞くとなんとなくイメージは分かる方もいらっしゃると思いますそうですね日本ですとよくカレンダーに時々なったりですとかあるいはポストカードで黄色い飛行機がバーッと低空で何かを撒いているそういうシーンをご覧になった方もいらっしゃるかと思うんですが基本的に航空機を使って農業の畑ですねそういったところに薬剤ですとかあるいは肥料ですとか場合によってはその種 ををくっていう仕事をしております、うんうん、なんかイメージはヘリコプターでその農薬散歩をしてるというイメージがすごく強いのが日本なんですけどもそうですね日本は北海道であのやってらっしゃる方がいらっしゃるっていうことをちょっと小耳に挟んだことがありまして、うん、お会いしたことはないんですが、うん、その飛行機版ということでアメリカは国土が広いですので、うん、広大なその面積をカバーするために速度の速い、うん 飛行機を使って散歩をするっていう仕事がまあ成立しているということになりますうですね。まあそこに行くまでのまず第一発目のテーマをお聞きしますよ。はい。その渡米お,お生まれはちなみにえっと東京東京東京生まれですね。東京でお生まれになって日本で育ってそうですね。すね関東の千葉県で育ちました。うん、ですよね。はい、でも今いらっしゃるのはここアメ,アメリカの若いですよ。はい でそこででお仕事をしているわけですよそ,ですその途中の部分をですね今日ちょっとお伺いしたいんですけども、うん、まずそもそもそのアメリカに渡ろうと思ったきっかけっていうのじゃあ最初の一つの点としてお伺いしますけれども、はい、それはどういう経緯からですかそうですねあの私が高校生の時に漠然とこう将来の仕事っていうことを考えた時に、うん、やっぱりパイロットかっこいいなって憧れがありまして、うん、私もその多くの皆さんと同じように憧れからスタートしました。うん で当時はやっぱりパイロットっていうとエアラインパイロットっていうのが、うん、まあ今でもそうだと思うんですけど、うん、もう花形ですので、うん、まず最初に頭に浮かぶと,、うん、ということで航空大学校を目指しまして、うん、ま大学2年間在籍をしまして教養の単位を取得した後に航空大学校の受験っていうのをまあ挑戦したんですね、うんうん、あじゃあ最初のスタートは実は航空大学校だったとはい、はい、あ その大学の航空大学に入るための本当にミニマムのできるだけ早いタイムで航空大学を行こうというふうにそうですね大学の許容の単位さえ取れればそちらはもうどうでもよかったのでどうでもいい、そんなことはないでも目標はエアラインパイロットだったので最初はパイロットエアラインパイロットを日本で目指そうという形で受験はしたんですがどうでした見事に二次で押しましてよくあれは話しているうですね。これは に2次で落ちたということは、1次が学科試験で、2次が身体検査、3次がなんか聞くところによると、その自立とか面接ですよね、はい、そうねじゃあその2次で落ちて回で諦めたんですねその当時は身体検査で不合格になっても、また来年チャレンジできるう制度だったんですね、今はちょっと変わってしまったらしいというのを聞いたんですが、うんうん、ですので上限の24歳になるまで、何年も何年もずっと、うん。 挑戦し続けまして、うん、そのすべてで見事に不合かくという、あ<ー>はい、経歴があります。あ、でもそういう方も中にはいらっしゃってで、えー、まあ他の仕事をなさってるっていう方もちらほら聞くんですけども、はい、白鳥さんの場合にはそこでどうすなれそう。えっとですね、私もともと非常に諦めが悪い性分でして、同情器が悪かったんですね。うん、ですので、もうなとかしてパイロットへの道がないだろうかと思って、うん、えまず とりあえず一番入り口の自家用パイロットを取得したいと思うようになりまして、うん、その航空大学校の受験に失敗した24からですね、うん、2>, 2年間の準備期間を経まして、うん、アメリカのテキサス州ウェストテキサスのラボックというところに、うん、そこは学生の町で、うん、テキサス工科大学という非常に大きな有名な大学がある町だったんですが、うん、そこの訓練校に行かせていただいて、うん、そこでまず自家用のライセンスからスタートしたということになります。ああ そうかあのー、まずはアメリカで免許を取ってみようまずは自家用掃除士を取ってみようって言ってアメリカもまたほらすごく広いじゃないですかその中でその学校、まあ、テ,キステキサスって、ね、選ばれた理由っていうのは何かあるんですか、はい、えー、とですねその将来的にやっぱりプロという形でまああの 生ききていきたいた生活をしていきたいっていう思いがありましたので中途半端に始めたくなかったっていう気持ちがあったんですねうん、うん、ですので事前にこう日本のスクールというか斡旋をしてくれるところにうん、うん、日本人のいないところに送ってほしいであえてなる,、はい、なるべく厳しいところに送ってほしいあえて、はい、というのもお願いしまして。<laughs> <laughs> 一番厳しいところっていうところで、まあ、最初はオクラホマシティっていう FA の本部がある <laughs>、うん、もう本当にすごいところなんですけど <laughs> <ー>そこのスクールさんとコンタクトをしていたんですが残念ながらちょっとンティの発行に手間取るなかなか出してくれないっていうことだったので、うん、私もなるべく早く、うん、その訓練に入れたかったっていう気持ちがありまして、うん、その次に出てきたのが先ほどお話ししたウェストテキサスのラボックという町の、うんうんうん そこはクラスチャーリーっていうちょっと専門的なお話になるんですが、クラスチャーリーのエアスペース、エアポートで、リージョナルのそれこそサウスウエストさんですとか、アメリカン・イーグルさんですとか、当時はコンチネンタル・エアラインのリージョナル・レッドがバンバン入ってるっていう空港に、そこでトレーニングを。そちら、周りでは日本人がいない環境なかったですね。ちなみに当時の英語力っていうのはどのぐらいですかえっとですね、生活はなんとかできるかなぐらいの英語力は。 事前にやっぱりどうしても英語は必要になるだろうと思って日本の英会話スクールですとか、あるいは自分で勉強をしたりしまして、なんとかまあサバイバルの英語は身につけた上で飛び込んだと。なるほど。ことになりそんな環境で実際に訓練が始まると、まあ座学知らない航空英語のね、あの勉強から、まあテキストも英語じゃないですか。そうですね。でそれがフライトも英語じゃないですか。となるとそのある程度そのサバイバルできるような日常会話があって。はい。 その辺のあのトランジッションというか、やっぱり認証英会話ができるか、その辺は楽でした、それともやっぱりそれなりに大変でした、うん、やはりあの量が非常に多かったですので、うん、その試験問題一つ取っても膨大な問題数がありましたので、うん、それをあの事前に日本での準備期間のうちにある程度進めてしまって、うん、もう渡米後にリトゥンテストっていう形で受けても、うん、すぐ合格できるぐらいにはなってから、うん、あなるほど,なるほど、はい、行きました。 まあそうやってアメリカへの渡米のきっかけがまあ最初は失意のもとからスタートしたと思うんですがそこで新しい道ができたわけですよでもそこは不安はどのぐらいあったのかなかったのかその当時思い返すとそんなに不安はなかったんですね<ー>やっぱりその将来の可能性みたいなものがまだ残ってるだろうと信じて進んでいましたので不安はそんなになかったですととにかく目の前の前ことを一つ一つ やっていかなければ次につながっていかないだろうっていうのはもう分かってましたのでまずは次回をその後まあ景気飛行証明ですねそれが終わったら今度はコマーシャルっていうところまでもう 取るつもりで最初から、うんはい、言ってまあただ自分自身がどれぐらいその飛行適性ですとか、うん、向き不向きみたいなものがあるのかっていうのをやっぱり言ってみないとわからない部分もありましたので、うん、まずは一旦そのプライベートを取って自家用のライセンスを取った段階で判断しようとは思ってました。うんうん、なという意識でスタートをしました。はい じゃあ最初の一番最初のプライベートパイロットという過程っていうのはもう当然、今の段階だと無事え終了したと思うんですけどその終了した時の気持ちっていうのはどんな感じででしたそうですねようやくこれでまあ一歩進めたかなという気持ちでした、うんうん、ですぐにやっぱりもう次に行こうとあもうともそこはやったからじゃあその次の最終目標でやるところまでどんどん突き,突き進んでいこうということで、はい、イスメートレーティング景気交渉売だったり、はい、コマーシャルだったりと。 えー、そ,のステその次はやっぱりコマーシャルの次はアメリカだと一般的にはフライトインストラクターという過程ですけどもそこはやはりその仕事の取り掛かりとしてやはりフライトインストラクターっていうのは非常にポピュラーですので、うん、そちらも取得をしたんですが、うん、その際にですね、うん、あのテキサスのスのクールではなく できればそのスクールに残ってやっぱり教えた買って知ったらと言いますかクラスチャーリーとはいえもう随分慣れてきたっていうのもありましたので、うん、そこで働けないかなっていうのも考えたんですが、うん、もうスクールさんの方からですねあのうちではビザのサポートはできないよというお話をされてしまいまして、うん、で仕方がないのでじゃあどこか他にないかなっていうのを探し始めたんですね。うん でその結果カリフォルニア州にいくつかスクールがあるっていうのを聞きまして、うんうん、当時僕が非常に憧れていたあのアクロバットのスーパースターで昔あのロック岩崎さんってご存知の方もいらっしゃると思うんですけどうん、うん、その方の師匠だったショーン・タッカーさんう、うん、もう結構な高齢のおじいちゃんなんですけどもうん、うん、その方がやっぱりカリフォルニアでスクールをやってると、うん、じゃあもうそこに飛び込めたら最高だと思って。うんあの インターネットとかでエアショーのスケジュールとか調べると大体、うん、その辺りでいるんじゃないか,と,か、うん、というところを狙ってちょっと行ったんですね、うん、訓練がてらもうちょっとあの体験飛行もしたいということでお願いして、うん、行,き行ったらまんまと会えまして <laughs> で彼にも体当たりですねも僕もブロークの英語なんであまりよく伝わってなかったと思うんですけども体当たりで実はこれこれこういう理由でアメリカに来てると。 でアクロバットに興味があって将来的にアメリカに残って働きたいとでここで雇ってくれないだろうかっていうのをお願いしたんですね <laughs> そしたら「いやうちではちょっと」っていう、まあ、残念なお答えだったんですけど、うん、代わりに「じゃあここはどうだ」一つお勧めしてくれたスクールさんがあってです、ねうん、そこはあの日本人の方が経営されているスクールで、うん、まあサンフランシスコエリアで、うんはい、飛べるということで、うん、じゃあそっちちょっと行ってみますという形でまあ 行ったんですが、うん、その当時のお話そのスクールの代表の方とお話をさせていただいた時に「いやうちはあの他でインストラクターを取ってきた人は使わないよ」って言われてしまいましたのであ<ー>、まあ、ちょうど僕がその取る訓練中インストラクターになるための訓練中でしたので分かりましたと。 じゃあスクール移りますんででちょっっととと待っててください、はあ、ということでそのお話をいただいた3日後ぐらいにですね、うん、もうテキサスにすぐとんぼ返りしましてそちらの校長さんにすみませんこういうわけでカリフォルニアに移ることになりましたうん、うん、っていうお話をしたらそれはもう君の選択だから応援するよっていうふうに快、うん、く送り出していただいてで一旦日本に帰りましてそこからサイトベイっていう形でいや普通ね、はい、あのー。 実は私もそうなんですよ、はい、アメリカ行って自家用やってケーキを取ってコマーシャルを取ってフライトインストラクターに言いました「はい、いやピザがなかったら仕事できないよね」っていう皆さん通る壁なんですけどもそこで自分で調べてしかも今お話になったちょっと好き,っ好きだったアクロバットのパイロットを追いかけていって、はい、実際直談判をしていってってやっぱりこの,このラジオでもです、ね、たくさんの方々いらっしゃるんですけどものすごい行動力チャレンジ精神。 もういろんなその現地で知り合ったネットワークでもうですねもうとにかく止まっていても状況は何も解決しませんので、うんまあ、なんとか自分でこう細いつてを伝う,伝うようにしてつなげていくしかないのかなっていう気持ちがありましたので、はい、使えるものはもう何でも使いますし、まあ、言い方はあんまりよくないですけど、うん、<laughs> 人脈なりあるいはそのチャンスなりっていうものが来た時に。 それを逃さないようにと思って常にこうネットワーク、アンテナを借りながら今か今かと、まあ、そうやってじゃあ CFI の訓練を入りました、はい、当然、それを CFI の後、まあと CFI の訓練生というのはまあ訓練生なんであので、まあ、ビザは、まあ、そこまで問題ではないんですけども、うん、じゃあ実際に CFI を取得しました <laughs> CFI として働くためのビザというのはどんな感じです私は幸いなことに練習権を取得できたんですね。 それは本当にラッキーだったと思うんですけども。うん、はい。これは永住権どんな形でしたか?と。私は結婚しました。素晴らしい。ーン過去ラジオの放送会でも、多分二人。はい。三名くらいいたと思うんですけども、はい、ラッキー,ですー。もう本当にその点は妻には頭が上がりません。<laughs> 今でも、あの、まあ、ずいぶん前の話になるんですけど、<laughs> 2010年ぐらいの話になるんですけども。まあ、はい、でも、ちょっとその件に関しては、<laughs> ありがとうございます。ということで。 <laughs> なるほどいろんな方法があるという中、えーとね、結婚というのもも,うもちろん一つの方法なのでそれはもう本当に個人の努力ではどうにもならないところもあるんです <laughs>、まあ、これ縁だと思うんですけどもど <laughs>、はいまあ、そうやって無事にというかあのご結婚されて、はい、働ける権利を取得されて。 CFI というお仕事に就かれると思うんですけども、はい、そこはあのも,うもうガンガン飛んでもう楽しい楽しい CFI なのか苦しい CFI なのかえと。なぜか僕の担当した生徒さんはいやあの白鳥さんは厳しかったです <laughs> 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 お話をあの口を揃えていってらっしゃいました <laughs> 僕としてはあのそ,うです、ね、あのそんなに厳しくしてるつもりはないんですよ。うん、ただやっっぱり空のの世界っていうのは 憧れも当然あるんですけども安全意識っていうものをも、うん、しっかり持っていかなきゃいけないのでそこをちょっと強調しすぎたのかなという気はしますうん、うん、あでも皆さん CFI はね同じ気持ちです、はい、優しく教えてるつもりなんだけど <laughs> 向こうから聞いていやいやいやってそうやって経験をつけられて,てですよ。 え憧れたっていうお話もありました、はい、でも冒頭私が言ったクロップダスターというお話もありました、はい、えこの2つっていうのはど,どういうふうに繋がってるんですかそうですね基本的にはその直接の関係はないんですが、うん、まあクロップダスターそのものも最初からクロップダスターになろうと思ってなったわけでは実はないんですね、うん、でそのインストラクターとしての経歴は約5年間、うん、その。 サンフランシスコエリアで3年間そこからスクールをちょっと移りまして、うん、南カリフォルニアで2年ほど働いたんですが、うん、やっぱりちょっと給料の面であんまりよく,かな,よくなかったので、うん、将来的にやっぱりエアショーパイロットっていうものを目指そうとした時にどうしても自分の飛行機って必要になるんですね、うん、なのである程度まとまった収入が得られるっていうのも,、うん、もう大前提で、うん、それがなければずっとインストラクターとして飛ぶしかないかな、うん、という中であのじゃあ今 この段階で将来の曲技飛行なりアクロバットなりっていうふうにつなげていけるものは何だろうというのをちょっと考えてみたときに自分の中で4つ四つですかね条件が出てきまして1つはそのまあ飛び続け自分で飛び続けられる環境であることインストラクターってやはり最終的には口で飛ばせっていうふうに言われるぐらいもうどん,どん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 自分でコントロール触らなくなりますので。 まず自分で飛行機を飛ばせることそれから先ほどお話ししたある程度安定した収入を見込めることそして3つ目はエアショーなりエアショなりアクロバットっていうのは大体がテールホイールビリン式の飛行機なんですねですのでスティックラダーって言うんですけどもスティックラダーの機体で飛べることそして今からでも私ができることっていうふうに探していった時に候補がいくつか出てきたんですが まず最初に思いついたのはアクロバットのフライトスクールの教官あーまあこれ一番スムーズなストレートでこの世界に飛び込めるっていうものなんですが残念ながらちょっとそれを始めるには経験が足りなかった、うん、次に出てきたのがあの以前こちらの番組でも登場した藤井貴也んが目指しているブッシュパイロット、うんはい、そちらも、まあ、あの収入面ではだいぶ期待できるものではあるんですけども、うん、それブッシュパイロットの 要件っていうんですかね、うん、なるために必要な知識ですとか、うん、もっとメカニカルな部分で必要になる部分が多かったですので、うん、私としてはもう早く飛びたいうん、うん、自分の技量が落ちないように日々やっぱりリストラクションの中でどん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 飛ばなくなっていくと技量が衰えていくっていうのも分かってましたのでうん、うん、自分で早く飛びたいっていうのもありましたしあとはそのプッシュパイロットとして働くにあたってやっぱりエリアがどんどん,どん変郷というか。 例えばアラスカですとかカナダですとかそういった島の多いところになっていくんですねそうすると極儀のコミュニティからはどんどん離れていってしまうんですよ残念ながらあそうかそういうところではあんまり極儀見ないんですかね、はい、そうなんですよそうかそうか、はい、でそういったコミュニティに対するつながりっていうのも残しておきたかったのでちょっとこれも難しいかなで残り2つほど出てきたうちの1つが ファイヤーファイター、消火の飛行機ですね。<ー>あれも非常に危ないんですけどもあ、ねはい。今はもう多分カリフォルニア州で毎年山火事起きてますし、うん、それに対する消火活動っていうものもあるので、仕事としてはあるんですが、うんうん、残念ながら当時調べた限りでは、それは確かフェデラルの仕事ジョブということで、<あ>アメリカ国籍を持ってる方でないと確かできなかったと思います。<あ>ひょっとしたら間違ってるかもしれないんですけども。うんうん、というわけで。 当時やっぱり日本人でしたので、うん、今もそうなんですが、うん、それもダメだろうということで、うん、最後に残ったのがクロップダスター農薬散布のお仕事ということになります、うん、クロップダストだとじゃあそのエリアを当然いろんなところに行くんだけど、まあ、そこはやそんな山奥でもないし、はい、常に自分の機体で自分の手で掃除をるそうです、ね、もう腕一本で飛ばすっていう世界ですので、うんまあ、ある程度講習にも確保でき、はい、ただ クロップダストってあの、まあ、映像とか写真でしか見たことないんですけども、はい、超低空を飛ぶお仕事じゃないですかそうですね大体8から10フィートっていうのが一つの目安メートルでいうと3メートル弱ですね地上3メートルを飛ぶはいこれリスクあるんですよねまあ当然あります <laughs> そうですよね非常に危ないお仕事ですですよね、はい、あでもそれは結局夢であるアクロバットになるための いろんな考えられたたつのの選択肢の中で最後に残った1つはいそしてそれがまあ最終的には全てつながっていくんじゃないかなとつなげていけるんじゃないかなという思いがありまして、うん、スティックラダーの機体で自分で飛んで日々鍛えられてうん、うん、それをうまい具合に将来的に極技の世界に移していけないかなという気持ちがありましたので。うんうん いやそ,そこにたどり着くまでのその,プロそのプロセス、思考プロセスもすごいと思うんですよ、はい、このやっぱりこその行動力。うん、とはいっても、現実、お仕事っていうのは、向こうとの交渉になるし、うん、仕事があって初めて、まあ、もちろんすごい広大な農場があるので、はい、お仕事もあると思うんですけども、はい、とはいっても、そういうコネクションというか、お知り合いというか、そういうこは全くありません全くない状態で、残った一つにかけたんですか。はい、さすが で実際、その全米でさっきね、冒頭、3400名で話をしましたけども、それは、まずそのプロセスですよ、じゃそのクロップダスターの仕事をゲットするまでっていうのは、どのぐらいのところに応募して、どういう連絡先を取ってまず、クロップダスターになるための要件っていうのがありまして、全部で5つほどあるんですが。うん 1>, 1つ目は当然コマーシャルパイロット、自家用、うん、ごめんなさい、事業用のライセンスを持っていると。うん、これはまだ多くの方がクリアできること思うんですね 2>、うんで。2つ目もそれほど難しくはなくて、うん、テールホイールのエンドースメントというのを受け取っていること。うん、これはビリン式の航空機を使って散布のお仕事をするっていうのが非常に多かったですので、うん、テールホイールも必要であろうと、うんで。3つ目っていうのがちょっと皆さんほとんど聞いたことがないと思うんですが、うん、えと通常の 気候ルールっていうのはパート91、うん、まあこれもちょっと専門的なお話になるんですけどもパート91のオペレーションルールにのっとって VFR ですとか IFR ですとかっていうふうに皆さん飛んでらっしゃると思うんですがうん、うん、その農薬散布先ほどもお話しした通り8から10フィートっていうと非常に低い高度になりますうん、うん、およそ,その一般のご家庭の床から天井ぐらいまでが3メートルぐらいですねあの高度を飛ぶと。 なりますと当然そのパート91のミニマムセーフアルチュードをはるかに広い。はるかに下回って、もう何かあったらすぐ地面ですっていうようなことですので、うん、そのままですとイリーガルになってしまうと。うん、それではまずいですので、うん、FA も、まあ。 特例として、アグリカルチュアル・オペレーションという形でパート137というものが存在するんですね。もしレギュレーションをお持ちの方がいたら、ちょっとパラパラッと見ていただくと出てくると思います。そちらのサーティファイドを受けなければいけないと、それは専門のスクールがありまして、全米に数箇所あるんですが、そのスクールに行きまして、その上でトレーニングを経て、サーティファイドされるログブックに採用してもらうというのが必要になってきます。 そして4つ目なんですが、うん、えと薬剤を取り扱うというのはちょっと飛行機とは別の話になってしまうんですが薬剤を取り扱うためのライセンスというのが州ごとにあるんです。ね。うん、ですのでそれを取らなければ散布の資格が得られないと。これ飛行機と関係なくて 全く関係ないですそれはあの地上で例えば自分でハンドスプレーするような場合でも必要になってくる資格なんですけどもその中でエアリアルっていうカテゴリーがありまして、うん、でその中に例えばフィールドクロップで作物ですね、うん、畑の作物に巻くための資格あるいは、まあ、果樹、うん、例えばオレンジですとかはい、はい、グレープフルーツですとかに巻くための資格もありますし。はいはいはい あとはパスチャー、レンジランドって言って、牧草地ですね。<ー>そちらに巻くための資格っていうのもあります。そういったものを一つ一つ、それはもう学科試験だけで済みますので、でもこれ、州ごとですよね。はい、州ごとに変わります。ですので、働くであろう州のものを取得していくと。一応アメリカ50週あって、はい 一一応はつの州に絞っってそれをま,ずまず取ったんです,かえとです、ね、当時はパート137の訓練中だったっていうこともあったんですが、うん、将来的にどの州で働けるかっての分からなかったですのでこれはもう働き始めるようになってから取ろうかなっていう、うん、ちょっと裏技的なある程度当時はカリフォルニア州在住だったんですけど、うん、今はテキサス州で、うん、そのどちらかかなっていうのをちょっと目星、ねうん、はつけておいて勉強だけはしておいて。うん 5つ目は一番難しいかもしれない、ビザもしくは永住券ということですね。ああじゃあ、そこは、まあまあ、一般的なのが大変なんですけれども、石田、はい、さんの場合には、じゃあ、その5つをとりあえずこの準備をした上で、履歴書が出せる状態になるまでのこの5つのステップということですね、そうすると。まあ、そうですね、まあそのよ、そのうちのペスティサイドライセンス、アプリケーターライセンスっていうのは、あとでもいいかもしれないですが、あまあ持ってれば当然、売り、うん、になりますので。 もうすぐにとできますってうで,ですにで、ね、じゃあそうやってヒッパート137の訓練を受けてすべて準備をした上で今度は先ほどちょっとたちがちらっと言ったもう電話をかけて、はい、そうですねはい当時のカリフォルニア州のオペレーターほぼすべてに電話をかけました、はい、もうねこのラジオに出ていただく方のほとんどがそういう 行動力てにかけたできるところはもう数えきれないぐらい歴史を出してたってやるんですけどもそんな感じでもう本当にその通りでオペレーターの電話帳特別な電話帳っていうのがあるんですねメンバーになるともらえるイエローページみたいなものがありましてそれを上から順番に一つ一つ電話をしていって今こういう状況で仕事を探してるんだけど募集してないですかということを。 聞いてて、てててきましし、はいはい、もうすすすべべべだだ。った全てダメだった。全てダメでわ、え、カリフォルニア州いくつあったかちょっと思い,思い出せないんですけどそこは全滅しました残念ながらえどうしたんですかそしたらえっとですねその後あのテキサス州ならあるんじゃないかっていうううん、うん。じゃあ州を変えてはい。またこのいろいろページみたいな広げてはい。またかけ直したとそうですねテキサスはあの非常に農業 が盛んな州っていう意識がやっぱりありましたので、はいはい、そこならひょっとしたらと思ってやっぱり同じ手段ですね<ー>一つ一つ。で反応はどんな感じだったんですかそれがですねもう99%ダメでしてトータルでいくと多分うんそうですね100社は超えたんじゃないですかねどっかで心折れなかったですかいやもうやるしかないだろうと思ってあもうそただ期間としては約半年ぐらいずっとその 職探しの期間がありました。で、その中で唯一一社だけあのじゃあうちに来てみるかというふうに言ってくれた会社が今働かせていただいている会社というす。すごい縁です,、ね、そうですね。本当に拾っていただいたっていうのが正直なところだと思うんですけども。これなんか特別なテクニックじゃなくて本当にもうかけ続けてかけ続けてその最後の最後でやったところに。 興味あるよっってううさらっと言われたんですか、ねはい、そうですね、わりとあっさり、じゃあちょっと、面接するから来いあじゃあそもそも、じゃあ、面接も何もなかったわけですね、<あ>何もなかったです。はい、もうも完全に門前払いで、今頃、はい、折れそう。<laughs> <laughs> 中にはあの、カリフォルニア州で当時、すごい干ばつで、仕事がほとんどなかったんですよ。はい、なので、いや、雨降らせてくれたらシートあげるよって、はいう、<laughs> <laughs> そういうお話をされたところ、まあ、半分ジョークですけど、<ー>うん、なんですけど、まあ、そういったこともありました。 うわー皆さん聞きましたか、もう本当にまあ今、就職活動で大変という方もいらっして、まあ、今、時期的にそうなのかな、いろいろやってらっしゃると思うんですけども、こうやってね、もう本当にいろいろ自分の足を使って、まあ、あのネットワークを使って諦めずに、そうすると最後の最後で、えー、まあ諦めなかったから、<な>その最初のカリフォルニアで諦めなかったっで、ね、テキサスまで行って、テキサスのテレフォンディレクトをかけて、はい、しかもそこが今、働いてらっしゃるそうです、ね、ところと。本当にありがたい お話ですごいですね。という道がまず大変なわけですよ。というところで、はい、柴さんもあっという間にね、もう番組半分経ちました。ああうです一旦ここで CM を入れます。では一回 CM 入ります。<laughs> いや、これだけでもね、本当すごい。でもね、このラジオね、やっぱり共通してるね、みんなね、あの諦めないとか、うん、そうですね。まああのやっぱり。 もちろん周りのサポートっていうのも受けようと思えば受けられるんですけども、うんうん、まずは自分から動かないといけない世界でしたね。特にアメリカっていうのはどれだけこう自己主張して周りを巻き込んでっていう部分もありますので、ねねうん、自分はこうしたいんだっていうのをもうバーンと前に出していって、うん、その上でじゃあこういうのはどうだあるいはこういう話を聞いたよっていうことを集めていく。はいはいうん ちなみに白鳥さん、私のラジオの番組って、以前ご覧になったとは、はいはい、拝見しましたあ,ありがとうございます。なんかそういう、今、私が言おうとしてることっていうのは、その以前のゲストの方々からもやっぱり感じませんでした。うん、なんか諦めない、これはやるんだみたいな、うん。いや、もう私からしても、こんなに苦労されてるんだと、もう私はまだまだだと思うぐらい、苦労されてる方が。 過去の放送で出ていらっしゃいましたんで,ですよねいやいやいや今回の話もそうですよ「クロップダスト」なんてねあとで CM 開けてからねあ改めてお話しますけども、ねはいね、前田さんの紹介で、うん、そうですね、うん、ご縁がありましてほんですよね、うん、じゃこれはあれだな一回 CM 開けてからやらないとあの地方で切られてしまう可能性があるので <laughs> <laughs> そうだこの CM はね動画は流れてるんですよはい、はい、でも FM ギノワンというとコミュニティラジオで、電波に流れると、この辺はカットされてます。なので、一回、まあ、その辺はリラックスできるんですけど、<laughs> うんうん、それはちょっと改めてね、はいあの、しんちゃんにもお礼をしないといけないので、ちゃんと、えー、電波に乗せて、画面に乗せて、はい、お話をしたいと思いますけど、<laughs> はい、あと10分です。はい はい、皆様お待ししました、えー。CM 中にもちょこっとお話したんですけど実は白鳥さんねあの、まあ、私のラジオの、えー、番組を、えー、お聞きになったということもあるんですが実はこのご登場いただいた経緯がですねあの私の番組の多分最多出場回数を誇るですね、アメリカシアトル在住の片目、えー、の飛行狂言語と前田信二さん、はい、先日は世界一周を単独で成し遂げた素晴らしい方なんですけども、はい、その方からの ご紹介だったんですそうですねご縁がありまして SNS で最初はメッセージを頂い,いてつな、うんまあ、がりを持つようになったんですけども、うんうん、その流れで玉奈はさんのお話をいただきまして、うん、ラジオ番組をやってらっしゃるということで、うんうん、まあ私自身ちょっと本当に田舎の田舎にいる人間ですので、うん、こんな田舎者の話を聞いて何か面白いことがお伝えできるのかなとは思ったんですけどもちょっと機会をいただきましたんで。 うや私もしんちゃんの方から連絡あった時に「たんさこんな人がいるんだよ」ってもう私たち2人で「<laughs> マジっすかいやこれ聞いたことないし会ったことないしぜひ聞いてみたい」ということで「じゃあしんちゃん是非是非お願い」っていうことで今回実現をしましたよ。なのでもうこの「クロップダスター」というお話はあの、まあ、これからもうお聞きするんですけども先ほど言ったように「 地面から屋根ぐらいの間を飛ばなくちゃいけないというところの大変な仕事、はい、まあそのためにはしっかりこの訓練もしなくちゃいけない、はい、ライセンスも取らないときちゃいけない、はい、で仕事探しもしなくちゃいけない <laughs> ようやく見つけました、はい、ここからもう翌日から「はいじゃあこれ乗って飛んでね」っていう話ではないはずですよななねじゃあどんなステップでそのお仕事までつながるんですかそうですねやっぱりは働き始めっていうのはもう完全に新しい世界っていうことになりますので。うん 事前知識も何もも何経験もほととんどないと、うん、ま訓練でしか飛んだことがないというような状態ですので、うん、まずは地上でその薬剤を混ぜるですとか被告、うん、に積み込むというグラウンドローダーという仕事があるんですが、うん、そちらからスタートするんですね、うん、いわゆる下積みあるいは見習いといわれる仕事になりまして、うん、そういった作業を日々していく中で、うん、徐々に徐々にどういったオペレーションをしていくのかというのを まあ覚えていくっていう期間が大体半年から1年ぐらいあります、うんそ。その間は飛行機は乗らないんですかえっとですね訓練用の、まあ、もうちょっと小さめの飛行機っていうのが会社にありましたので<ー>それを使わせていただいてその機体も実際に散布はできるんですよ、もう法律的にも大丈夫っていう機体なんですが実際の飛行機 っていうののがタービン機にになななりますすでで非常に大きな機体なんですね、うん、多分あの後で写真をお見せできるかと思うんですけどもその機体にいきなり撮りなさいっていう話にはなりませんのでその前にもう少し小さめの機体っていうことで一気に会社が確保していてくれる機体をほぼほぼ毎日暇な時は乗れというふうに言われましてまあ仕事が終わった5時以降5時6時以降とか日没前とかちょっとした時間を見つけては飛んで巻く練習をして少しずつ慣らしていった。 巻く練習って何をく用で練習用の、まあ、普通の水をまくとああその時からじゃあその低空の練習はするんですよねそうですねその訓練中からハート137のスクールの訓練中から低空での飛行っていうのはもうやってきてますので、うん、あとはそれが鈍らないようにといいますかああずっとそれを続けていけるように日々とい続けるとじゃあその137の,の低空の練習の話ちょっとあの戻ってお話し聞きたいんですけども、はいはい やっぱり相当低いいを飛ぶじゃなですか怖くないですかいや怖かったですね最初はものすごく怖くてですよねそうですよそのトレーニングそのものは最初は500フィートぐらいからスタートしたんですねそこはあのじゃあここでスティープターンやってみよう500で500でスティープターンあるいは S ターンやってみようってやるんですようんいいねじゃあ今度250いこうかって下がるんですよさらに250フィートに下がってやっぱり同じことやるんですよスティープターンやるはい でその250フィートっていうのが大体仕事で飛んでいるときの旋回行動っていうことになるんですね。そこからさらにフィールドに向かってダイブしていくんですよ。バ、はい、ーっとエンジンはほぼほぼ全開、まあ、とはいかないですけど、重、はい、たいときはほぼ全開です。はい、で、突っ込んでいくんですね。はい、で、そこから最終的には地上8から10フィートのところでレベルっていうふうに。レベルオフ。はい。ちょっとでも遅かったら当たります。当たり当たります。 それを137で練習をして、はい、でその実際の現場で水をまきながら練習をするとやっぱり2日3日飛ばないだけで鈍っていくという感覚がありましたのでそのぐらい繊細な技術が必要なんですよね、はい、いやでもそれ高度もそうですけどもそのなんていうんだろう広大な土地を適当に巻くわけにいかないじゃないですか。いかないですね、それは… でできないすあれそ,そもそもの話この広大な土地にこの巻く何ていうの,この方法というかどこを巻くどこを巻かないどの方法っていうのは事前に調整してなんかまるでアクロバットになるじゃないですかあのプロフィールと同じような感じで。えとですねまあ、方向性はちょっと違うんですけど、うん、やってることは似たようなことになりまして、うん、どうやって畑に撒いていくかっていう話なんですがまず畑そのものは当然動きませんので例えば Google マップですとか、うん、そういったもので。 大体の大きさですとか、うん、どんなものが周りにあるか障害物なんかを確認しましてその上で当日、まあ、積み込んで飛んでいくわけですね、うんうん、で始める前に必ず2週3週こう畑の上空を飛んで最終確認という形で見まして、うん、そこから一度テイクで入ってスモークをパッパッと炊きまして風を見るんですね。基本的には横風にな,れるなるように飛び始めると。 ま<ん>っすぐ飛んでの薬剤散歩をするときに横風になるように飛ぶ基本的には横風を受けながらその巻いた薬剤の隣を次巻かなきゃいけないんですね一列巻いたらまたその隣という形で少しずつ少しずつ続けていって、はい、巻き始めから終わりまでっていう形でその時に基本は風下から風上側に飛んでいかないと。 薬剤巻いたところに飛び込んでしまうということになりますので、はい、基本はクロスウィンドウを受けながらそしてスタートは風下から風上からっていうふうになってますねこれ常にじゃあ,あのちょっと専門用語で言うとクラビングというか、はい、横風の,この、ね、クラブを取った状態で飛ぶそうですねでその時にウィングローは取れないんですねあのウィングの高さが変わってしまうとサンプルコードが変わってしまうので 当然コードが変わると今度風に流されて飛んでいってしまうその距離が変わってしまうんですねそれを変えないために必ずラダーだけでウィングはレベルっていう状態でクラブを取ってっ<ー>いいやその8フィートっていうコードがちょっとでも高くなるとやっぱりそこに噴霧されないっていうあの狙ったところに入ってくれないっていうこともあるんですよですのでコードは本当に気をつけてそして左右のズレ その中心に対する左右のズレっていうのも非常に精度の高い GPS を使って基準のラインを一つ決めたらスイッチをポッと押すとその隣のラインっていうふうに映っていくんですねその時に散布幅っていうのが大体55フィートから60フィート、まあ、約20メーター幅ぐらいですかで一列ずつ巻いていくんですけどもうん、うん、その時にまあずれていいよっていう左右のズレが大体3から4フィートまでたったそれだけです、はい、うわっ それ以上になると、今度ギャップができてしまって、そこだけ、例えば除草剤でしたら、草が残ってしまうっていうのがもう、うん。あ、でも、それ、バレるのはあれですね。じゃあ草が生えるぐらい、何ヶ月後ぐらいですか。いや、もうすぐに割ります、ねのえ。どうで,なですか、ね。そうですね。えっ、ー、と、<laughs> 飛んでるの。見ないので、あの広大な <laughs>、まあ、実際に、あの、と、巻いてるところは、見る方は少ないです。ですよね。はい。ですが、まあ、例えば、除草剤ですと、もう効果が2,3日で現れるんですね。だから、周りが逆に枯れていくんですよ。ああ<ー>で。 巻けなかったところだけきれいに緑が残っちゃうって、今ではその、なんですか、その巻くところとか、巻いたところ、巻くところの予定、はい、巻いたところの功績みたいなのは、なんかツールがあるんですか、はいえー、と ?GPS ログで全て残ってしまいますので、うん、まあ出してくれって言われたら、すぐに出せるようにはしてあります。あどこを巻巻いいたたかかととか、はい、本当に めめちゃめちゃゃ精度がが高い操縦が要求されるんで,す、ね、そうですね。そうあのよく社長からは我々はペインターだというふうなお話をされてまして例えばその「君が家のペイントを誰かにお願いした」と「塗、うん、れました」っていう時に「隙間だらけでじゃあ君は満足できるのか」って言われた時、うん、ああなるほどな」と思いまして、うん、やっぱりそういう仕事に近いものだと全てきれいに巻いてようやくそれでスタンダードということになります。 これもちろんあの1回まくのすごく時間かかると思うんです、もう広大な土地なんでね、大体、はい、1>, 1日飛ぶ時間ってどのくらいあるんです,かえとです、ね、繁忙期になると、ほぼ休みが取れなくなりまして、うん、その週末も作物育ってますんで、休みは取れなくなるんですが、大体1か月から1か月半ぐらいの期間、朝6時から夕方6時、7時ぐらいまで、フライトタイムでいうと、まあ、平均して8から10時間ぐらいは 1> 1日で、はい、飛び続いています。 飛飛び続ける飛び続続けけるます休憩はトイレ休憩ぐらいですかね食事も機内で食べるとこれをしながらこう片方でなハンバーガーほんの細かい <laughs> 細かい制度あのクロスカントリー中ですもちろんクロスカントリー中フィールドに行くまでの間にちょっとバーッと食べてしまって水も飲んでしまって、はい、で着いたら吉巻くそ そんな月1日に8時間、10時間飛んで休みがないって月の飛行時間ってどのくらいなの、ね、多い時で180時間ぐらいになります <laughs> 100時間を超える余裕で超えてきます余裕で超える <laughs> いや、それはあの普通に上空を、ね、ある程度の高度を保ってまっすぐ飛んで、はい、クロスカントリーで、まあ、180時間またきついんですけどもそれが地面すれすれで。はい あのいわゆる有視界ですけれども経飛行的な技術というか、はい、そののぐららいの精度が求められるそれこそ ILS ですとかそういった、うん、あのインストルメントアプローチの精度に近い状態を地上8から10フィートでやるというイメージになりますあでもこれってあの白土さんが夢であったアクロバットのこのスティックラーダンーっていうのがもう常にやっぱり動いた状態、はい、そうですね腕1本っていうののは変わりませんし、はい、その 精密な操作が必要とされるっていう世界でもありますので最終的には自分自身の体をどれだけうまく使えるかなっていうそういう能力になってくると思ってますのででもそういう低い高度だと、はい、あの電線とかあるじゃないですかす必ずこの農地の周りには、はい、電線の高度より低いですので <laughs> 電線の高度より低いところを飛んでいる、はい、怖いですね怖いですよ実際にあの、まあ 高い電線いわゆる高圧電線と言われるものの下をくぐることもありますしちょっと一度これはあんまりお話ししていくかどうかわからないんですけども、うん、当たったこともありますでも今生きてらっしゃるのそうですねその時は本当に運よく助かったというか <laughs> 本当ですか、はい、え電線に当たって今飛行機がっていうか今いらっしゃるってことはどんな感じで当たったでえとですの ますぐ横にあったものなんですが、うん、ものすごく細いものだったんですね。うん、でそれとは別に道沿いに大きな電線というのがありまして、そちらは見えていたんですが、うん、その長時間フライトをしていく中で、まあ、その細い電線に気づく能力っていうのがどん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 下がっていくんですよ。疲労で。ああ<ー>。最後にここをまけば終わりだっていうところでバーンと入った時に、その目の前に電線がピュッと見えまして。 やばいと思ったんですけどその瞬間にバチンとかって、まあ、その引き起こしはしてたんですが、うん、結局そのメインのラダーごめんなさいストラットタイヤのストラットで引きちぎってしまったと、うん、プロペラにも当たりましたし、うん、切った瞬間に火花も見えたんですけどもうわー怖い <laughs> ただ幸いその時はどこにもその 電線が絡まず、うん、エンジンプロペラーにも絡まず、うん、ブレーキにも絡まずっていう状態でしたので、うん、ぶら下げたまま戻ってきましたベースまでうわー怖いなー、まあ、そういった恐怖の思いをされてもずっと飛び続けてらっしゃるわけですよね、はい、そうですねで。でも実際そういった形でお亡くなりになるっていうか事故もあると思うんですよね残念ながらいらっしゃいます年間約10名ほどそういった事故で亡くなってらっしゃるというか。うん パーーセンテージで言うと大体ほどああめちゃめちゃ高いですね。1000、はい、人に3人という計算になりますので、うんうん、残念ながらちょっとこの事故の数、あるいは亡くなってしまう数っていうのは減らせてないのかなのこれは進められないですね、あまりお勧めは、正直お勧めのお話を、クロップダスターになろうじゃないですね、ではないですちょっとあのクロップダスターにはならないでくださいっていうテーマですね、はい、そうですね。 でもそういうチャレンジをしながらあのまあ本当にリスクをかけたお仕事で、はい、えー、自分の将来やりたいところというところのその、えー、アクロバット、はい、アクロバットパイロットになるっていうステップっていうのはまあその技術はも,もちろんあるんですけども、な,なんか資格とかどういうのがないとアクロバットパイロットになれないんですか？えっとですね、仕事としてのアクロバットパイロットっていうと夜商パイロットになってしまうんですが、あうんうん、まあそうではなくそのレジャーあるいは趣味の一環としてアクロバットをやるというのであれば。うん ライセンスはもう自家用で十分できるんですねで、私の目指しているまあ、エアショーですとかあるいは世界選手権にもし出れるようであれば出てみたいなっていう気持ちもありますので、うん、そうすると自分専用の機体っていうのをやっぱり持っておきたいということになるんですねうん、うん、仮に将来的にまあスポンサーを探す時にもやっぱり自分の機体じゃないとこんな飛行機乗ってますっていう話ができないじゃないですか実は借り物ですって言っても この方々は皆さん、自分の期待なんで,す、ねですね、ああ、じゃあそこをまずは目指さなくちゃいけないと、そうですね、自分の期待をまず探すと。うん、で、まあ、長々探してきまして、ひょっとしたらこれはいけるんじゃないかと思う期待が見つかりまして、実は、うん、これ、先週の本当に最近の話なんですけど、おーおー見つかりまして、今、ちょっと売り主の方とお話をさせていただいて、交渉中というところまできました、うんうん、じゃあ、これが仮にですよ、はい、じゃあオーナーになりました、自分の飛行機を持ちました、はい、ってなったら、はい、あともうじゃあ。 飛べるわけですねまあ最初はもちろん練習からスタートしますしアクロバットでエアショーを活動するためには少なくともまあ競技の世界で競技機構の世界でカテゴリー的には一番上のアンリミテッドっていうカテゴリーを飛べるようにならないといけませんのですかえっと全部で5つありまして一番下のまあ入門のプライマリーっていうところ、うん、あとは初級に相当するスポーツマン、うん、中級のインターミディエート。うん そそしてその上にアドバンストっていうクラススがあるんですね。うん、アドバンストからはメジャーの世界選手権もありますし、うん、最終的に一番上がアンリミテッド、うんはい、っていうふうになっている。じゃあそれぞれの過程を経てというかそこにならないと上に行けないなんか F1 みたいな感じ、うん、そうですねただその本人の技量でアメリカ国内であればどん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 ,どん上に上っていけますので、うん、まずはしっかりとした練習を積んで、はいはい、経験を積んで自分の技量を磨いた上で。うん 少しずつ、まあ、当然それはコードを取って無理のないところからですよねそんな8ビートできないですよねただアクロバットってめちゃめちゃ低いコードもこう飛ぶのがあるじゃないですか、はい、あれはどのレベルでできるんですかえっとですねそのために必要なものが、まあ、エアショーのために必要なライセンスっていうのが実はあるんですね、うん、iCAS っていう国際団体がありまして、うんうん、インターナショナルカウンシルエアショーオブエアショーっていう団体があるんですがそこが発行しているエースカード いいいうものが非常にっ名前からしてエースカードってかっこいいんですけどエ、ねはいはい、ースカードを取得することで段階的に最低高度っていうのを引き下げていけるということになります、うんうん、そのためにはもちろんトレーニングが必要ですし、うん、師匠となる、まあまあ、エースカードを持っている師匠を見つけなければいけないんですけどもああそういう世界なんですね、はい、その中で年間何フライトっていう形で まあそれは最低要件が決まってますのでそれをこなしていくそして次のレベルに少しずつ下げていくそ、うん、そういうい感じになりますそのアクロバットパイロットの数その都会に登録されている数とアグリカルチャーのその何ですかあの クロップダスターは先ほどお話があった通り3400人なんですけども、うんうん、アクロバットの方はある意味ではその趣味としてやってらっしゃる方も非常に多いですのでもっと数はそれ以上います、ねうんうんうん、じゃあその最終的な夢に向かってもうそろそろじゃないですかうまくいけばですね 何年もも経たないかもしれないいかしれですよこの時は、えー、エアショーパイロットの白鳥さんってまだご招待できる,来るかもしれないんですけどもそれを皆さんぜひ応援した上でですね、あのー、そっか、まあ、とはいってもそのクロップダストパイロットになろうではないので <laughs> 今日のお話はそういう自分がなりたい目に向かって、はいまあ、リスクも犯しながらもきちっと自分の意味深も一つ一つ進んでいくっていうお話でした。はい、あのー 実際今本当に簡単にね40分50分でお話しましたけども、うん、ご自身が経験されて日本でね、はい、あの夢が実現できなかった渡米をした、はい、あというパイロットになりたいという方もいらっしゃると思いますそうですねあのまあいろんなパイロットがあるんだよってうも私今回すごく分かったんですけども、はい、その方々に対してですね何かメッセージ白鳥さんのご経験からこういうことをやった方がいいよってメッセージがあればぜひお願いいたしますすそうですね、まあ、具体的なお話っていうのはなかなか難しいとは思うんですけども。 まあこれからの航空業界ってやっぱりどん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 オートメーション化が進んでいくと思いますのでパイロットだけで完結できるかっていうとなかなか難しくなってくると思うんですね将来どうなるかっていう正解もわからないですし今それこそこれからパイロットになろうかと思っている皆さんにとってはちょっと難しい時代になってしまうのかなっていうふうには思うんですけども。私自身があの 昔からそうだったように、その時その時でできることっていうのを一つ一つ続けていくっていうのが結果的には将来に繋がっていくんじゃないかなっていうふうには思ってます。うんうん、そのためにはいろんな情報を集めなきゃいけないですし、うん、まあいろんな方のお話を聞いたり、実際に職場を見に行ってみたりとか、うん、飛行機に触れる機会を増やしてみたりですとか、うん、そういった個人でできる努力っていうのは当然必要になってくると思うんですけど、も、うんうん、英語も当然。 英語嫌いな方、私もそうなんですけど英語はあんまり得意ではないんですけどもそれでもやっぱり必要になってくるっていうのは間違いないですのでそこはもう避けて通れないものというふうに思っていただくしかないのかなとは思いますただまあそういった中で一つ一つ選択をやっぱりしていくことになると思うんですね。でその選択をするときに私から言えるのはその決める時はもう迷わない。そして決めたら あの時焦ればっていうのはもう言わないっていうふうに私自身は決めてるんですねうん、うん、そうするとちょっとずつやっぱりその時その時の最善あるいはまあベターに近いものを選ぼうっていうふうに努力するようになりますのでそして選んだら迷わずに突き進むと、うん、他の可能性を排除しながら、うんはい、そうすると最終的にもし目標に到達できなかったとしても、うん、まあ仮に振り返ってみた時に あの時自分はちゃんとその時できるベストをやったというある種、納得みたいなものができていきますのでそれを続けていくことで仮にパイロットになれたとしてもなれなかったとしてもその自分の将来というふうに考えたときにその選択は間違ってなかったとっいうふうに言えるようになるんじゃないかなとは思っていやねイヤネイロと同じぐらい高津にという言葉重いな <laughs>。<laughs> 素晴らしいこれいやいやおも,おも重いですよその言葉やっぱりやってきただけにいや本当にありがとうございますえー、っとですね残る時間も本当にあと言うまとなりました今日のゲストはですねアメリカで活躍するクロップダスターの白鳥さん白鳥さんにお越しいただきました貴重なお時間ありがとうございましたえー、っとですねえー、あと十秒ですねはい <laughs> 皆様また来週ですありがとうございありがとうございました貴重な体験させていただきましたありがとうございましたさようなら